時が来た。狙うはこの国、去っても正面からでは全力で挑んでも美だが、俺たちは切り札を得た。この切り札をそこで全力で、これは全部を、おとり部隊は城のあちこちで、だがジルファも鉄仮面、お前には誰の助けもなく炎の剣を、おいまさか二人、これは誰にとって分けても全てを託すことになる。お前だからこそ、拒めばどうなる。どうもならん。この話がなしになるだけだ。そして俺は奴隷に戻る。望まない。ならどうぞ。俺は何のためにだ。俺たちダナが、俺たち奴らの都合で奴隷じゃなくなるため、自由に。よく言った。今こそ俺たちの望みをお前に託そう。お前が諦めない限り、きっと壁は壊せるだろう。お前はどうだ。私の腹はとっくに、ここを出てすぐ右手に門がある。道々に仲間を退避。他に質問。よし、作戦か。いるもんだな。まだ信じられない気分だ。本当にレナのスルドに挑む日が来るなんて。ずいぶん浮かれてるのね。これから命がけの戦いだというのに。そりゃもちろん不安はあるさ。だけど俺たちダナがやっと掴んだ望みだからな。そういうシオンは不安はないのか。私はそんなものを感じてる暇はないの。これは最初の一歩でしかないんだから。5人のスルド全員を倒すか。壮大すぎて実感湧かないな。でもやるのよ。分かってるさ、そういう約束だしな。本当に分かってるといいんだけど、負けたら死ぬより辛いことになるかもしれないのよ。そうかもしれないが、どうせなら負けた時の心配より、負けないためにどうするかを考える方が良くないか。それはそうだけど、やる以上は勝つために全力でやる。そこは信じてくれ。
リエザの城はこの先の上層ね。よし、昇降機とやらへ向かおう。これが橋の代わりらしいな。落ちたら一巻の終わりだ。待って。どうした？炎の剣を預ける。いいのか？ええ。この先は何があるか分からない。いざ必要になった時に間に合わないなんて事態は避けるべきよ。マスターコアから精霊力を送るのを止めただけ。剣は預けるけど、力を発揮するには私が必要。忘れないことに。
しない。分かりよせ。俺に任せてくれ。マグナレイ何払う。こっくれ何払う。緑の手から逃げるわ。魔王エミコ緑の手から邪魔者を終わりだ。まだよ。マグナレイ魔王エミコ通れる。急ぎましょう。いや、は違うの。分かったよ。何もし、それが虫な。ただ悪気がな、上のねえ、な思うことがあるなら。え、内心で笑われるのは冬か。服の、ああ、何失礼だったら別に、け信用できだったら、ふっ。おじけづい、違う、レナの、そういう、何を気に言われとはいえ、長く使えばそれだけ自分も、諸刃の剣、いいこと、マグナレイ邪魔者を、
火の精霊力を集めてるだけあって、ひどい奴だね。容赦しないわよ。神隠しか。撃ち込め。そこだ。撃ち込め。終わりだ。やばせろ。終わりよ。本当にしつこいよ。破壊よって。撃ち込め。撃ち込め。終わりだ。そこだ。やっ。力がみなぎってくる。時間が惜しいわ。もっと腕を磨かないと。鋭いままだ届かないか。ええ、十分すぎるということはないわ。なんだこれは。これが修霊器よ。さっさと片付けましょう。行けっしょ。アイストルネード。ヤマタノオール倒したぞ。力の差も測れなかったのね。ここにも袋が。意外といるもんだな。突破するぞ。あの顔しか。炎よ魔王エミコ。待ち込め。移動直すわ。やだ。魔王エミコ。ミノリの先の挑戦中。マグナリー。いけるわ。見えた。燃えた。逃さない。行け。やめろ。巻き込め。行けっしょ。次。行けっしょ。次。アイストルネード。そこだ。終わりだ。行くわよ。マグナリー。
の差も測れなかったのね。また別の鍵がいるみたいだな。さっさと片付けましょう。やばくない？さらに撃ち込め。どこだ？次。はあ？罪深き者に裁きを。いや、そう。しょうがない。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。その隙に。わかった。この調子で行きましょう。あのズーグルならやめておきなさい。
るものか。行け炎よ、巻き込め。ヤマタロール巻き込め。今のうち耐えるわ。見てなさい、決めて。これで終わりだ。治癒術を使いすぎたかしら。なあ、あの昇降機。ええ、あの派手な鍵が役に立ってくれそうだ。どこもかしこもレナの死皮肉のつもり。じゃあ大か粗暴で、あの男の何。いやでも私分かっ、戦いの最中に何爆弾って。もちろんただの爆弾じゃないわ。じゃあじあれは工夫、いつ爆発。強力な。安心しなさい。当然の結果よ。ここは他と作りが違うな。この先にビエゾがいるはずよ。通りで。よし、行くぞ。いよいよ鋭。そのビエゾだけど。どこまでって。いいこと。相手はたとえマスターコアがなくても、私はその巨体化。攻撃はか、ええ、俺たちの巨ヘマをし、ツルドビエゾか。ふん、他のネズミどもの騒ぎに乗じて2匹ここまで入り込んできよったか。ひまいましい。だが我がマスターコアを届けに来た心根は褒めてやる。本気でお前に返すとでも。まさかよ。だがそんなことはどうでもいいのだ。
どちらにせよ貴様らはここで死ぬのだからな。浅知恵を後悔せい。死ねえ。スッドが、スルドの真似事か。笑わせるわ。そんなもの興味はない。お前を倒してダナを解放する。おざくな。顔もない奴隷風情が。ダナに務めるか。死の淵からだって呼び戻す。おらおらおら。すまない、はったないわ。まだやれる。飛べ、なぎ払う。おらおら。炎よ、巻き込め。緑の鈴だ。やばさろ。いい加減にしろ。傷を治す。すると、おらおら。おら。行くわよ、終わりよ。現在、こいつが。治癒の術よ。どれほどだ。罪深き者に仕掛けよ。なぎ払う。ないか。暴力なんかに。天の術よ、決めてやる。クラフトエイド。いい加減にしろ。現在炎よ、巻き込め。バウンドに治癒。常に近くにいるとは限らないのよ。さあ行くわよ。しろ、今だ。させない。やったぞ。リエゾン、覚悟なさい。魔王エミカ、はったないわ。やっと、はぁ、やばさ。緑の刹那、なぎ払う。やっと、うっさむ。緑の刹那、はっ、止め。傷を治すわ。ファーストインド。やっと、緑の刹那。しろ。奴隷から逃げるのか。いい気になるな。ここなら存分に暴れられる。次は仮面で済むと思うな。黙りなさい。
化け物の攻撃を避けて。同じレナの貴様がそうまでして同胞に牙を剥く。力ある者が上に立つのがレナの流儀だが、ダナと組む貴様のそれは裏切りだ。なぜだ、なぜ同胞に仇をなす裏切り者は。この精霊力の化け物、どうしたら。壁は壊せるんだ。鉄仮面、あなた顔が違う。
炎。炎が見える。俺は、アルフェン殿。なぜ？怒りに任せて敵を倒した。だが、この怒りはどこから？それに、裏側にぴったりと張り付くようなためらい。俺を呼ぶ悲しげな声。俺は誰なんだ。ここはようやく起きたか。1週間、そんなに眠っていたのか。俺は、まあそうだ、俺たちが駆けつけた時お前は半分消し済みになりかけていたんだ。シオンに感謝するんだな。シオンが直してくれたのか。スルドはまだ4人いる。ここで死なれては困るというだけよ。戦いはどうなったんだ。この1週間でレナの抵抗も降伏するか多量に逃げるかしてだいぶ下火になった。カラグリアは解放された。お前がスルド・ビエゾを倒したおかげだ。改めて礼を言う。よくやってくれた。俺はただ必死で。鉄仮面、改めアルフェンか。半分だが顔も取り戻したわけだ。で、何者だったんだ、お前は。俺は、わからない。思い出したんじゃないのか。そうか。無理に焦ることはない。名前が思い出せたんだ。残りもいずれ戻るだろう。これからどうなるんだ。やることはいくらでもある。解放したといっても俺たちには何もない。何もかも一から始めなきゃならん。だがまずは自分がどれだけのことを成し遂げたのか知るといい。炎の門に行ってその先に広がる世界を見てこい。大勢のダナ人が夢見ながら叶わなかった光景だ。炎の門、ついていくわ。また怪我でもされたら迷惑だから。勝手にしろ。炎の剣の力、あれだけ炎の、それでもビどの道こシオンは怖く、いいこと分かっ
何か視線を感じるわ。誰何そう、うん、ええ、どうだろう。そうね、うん、ええ屋根の下で休めそうね。なあ、おう。ありがとう。よしよし。あなた、そういうのに。興味あるの？ああ。考え抜かれた構造や工夫に驚きっぱなしだ。見てくれよ。この持ち手分の溝。いや、見せられても困るわ。誰かが助けを求めているんじゃないか。うん、うん、いいな。うん、分かった。うん。
うん。何？シオン、なんで人を取る？いつも理由をつけて、さっきだって利害が一致している私は。そう。スルドを倒したい。初めこそ疑いもしたが、それでも。それも必。ビエゾの城で。俺だってたとえ俺にそこに恐れがないわ。でもシオンがいつだってそばで治癒してくれる。だからこそ俺はそうもう何なの。シオン今そとにかくさあ見に行こう。まったく心臓に悪いわ。よし、行くぞ。レナ兵や手下のズーグルが見当たる。容赦しないわよ。やめてやる。エンジン。緑の刹那。よし、終わりだ。やめてやる。この調子でいきましょう。価値があると思うわ。どきなさい。ヒエンジン、泣き払う。どういうこと。片付いたので、行きましょう。ああ、問題ない。役に立つの？試してみるべきね。なさそうな相手だな。緑の刹那。ど
毒だ。いや、決めてやる。毒だ。見えた。もらった。はい。この調子で行こう。さあ行くぞ。ヤマタノオロ。受けるわ。緑のシャツだ。うわ。はい。いや、ハズナレイ。やっと打ち込む。そこ。エンジン。力の差も測れなかったのね。ここは海に通じているの。上と違って水がきれいだ。魚が泳いでるのが見える。美味しそうだ。え？なんでもない。みんな笑ったり楽しそうに喋ってる。俺たち本当に勝ったんだな。シオンが直してくれなかったらこの光景も見られなかった。言ったはずよ、死なれたら困るってだけ。そうだったな。罪深き者に仕掛けよ。出るぞ。やらせない。この素材武器に使えそうね。
あいつと相手には困らないな。エンジン投げ払う。炎よ、どこだって巻き込め。決めてやる。緑の効果。何かに使えそうだな。突破するぞ。罪深き者に叩き。崩れた。ここで決めてやる。決めて。ヤマタノオロキ。緑の力の差も測れなかったのね。野宿は嫌なの。これでどうだ。よし。素材が違えば出来上がる武器も変わるか。それぞれの特性を生かして作るんだな。さ。よし、行くぞ。
あの時修霊機から現れた炎の怪物、そして炎の剣に宿った力、あれはこの国のダナの人々を使って集められた精霊力だったんだろう。そういうことになるでしょうね。大勢のダナ人がそのために命を落とした。でもその彼らの作り出した力がビエゾと壁を打ち倒した。なあ、あの時の精霊力はどうなったんだ？精霊力は世界を巡る、拡散してまたこの世界に帰ったはずよ。ならレナが集めた精霊力はどこに行くんだ？王を決めたその後はダナに戻すわけじゃないんだろ？ダナには教えられないのか、なぜスルドを倒そうとしているのかも。そういうあなたはどうなの？あの炎の剣、あの剣の力は私が持つ火のマスターコアの精霊力。それは間違いないけど、なぜあんなことができるの？知るもんか。言っただろ、記憶がないって。分かったよ。別にお互い信用したわけじゃ。あの子はまだまだよ。怪我は大したことなかった。薬はないのか？それがここのとこの騒ぎの連続で。そうか。そう。毒って。ああ、今ならお願いできる？私はここを留守。わかった。いやドク、うん、俺だ。もっとアルフェン。それじゃあカラグリアを変え。アルフェンだよ。だとしても大したもん。そちらはレナ知っているの？お前のことと一緒で。ドク、ありがとう。レナに礼を言う。レナに言ったわけじゃない。私はもちろんそうだろうと。お前さんたちはスルドを倒し。ありがとう。礼を言うのはわしの方だ。それで、あ、ひどく衰弱している女の子がいるんだ。うん、衰弱と。そうだ。いや、レナ兵が逃げ出してすっかりもぬけの。わかった。キルド駐屯地。確か線路脇に建物があったな。手早くお願いするわ。
読むだけじゃ意味がないわ。まさか壁の向こう、そんなレナ人に壁の向こう水をさ、ああ分かっ、それでも嬉しそうに、俺がよく知ってる人、あの老人ドクマか、そう、もうレナにへつらへつらったんじゃない、それが変わった石で、そうじゃな、さあ目的地に着いたわよ。なさそうな相手だな。ヤバタロール。マグナレイ。何かに使えそうだな。私が迷っていても仕方ない。これ間違いないことを願うわ。念のためウルベゼク、に戻る前に毒に見せて確かめた方がいいかもな。手短に願いたいものね。万が一間違った薬だったらまずい。戻る前に毒に見せて確かめよう。これだ、どれ、ああ、なあ、この先もそっち、そう、何かが、何か、ああ、わしにもわからん。きっとお前たちに疲れたらまた帰ってこい。ありがとう。
これで待ち。ええ、バッチリ。これであの子もすぐ良くなると。ありがとう。驚いたな。シスロディア、このカラグリアのお隣さん、あの壁の向こうから来たとなりゃ当然ではあるが、本当に予測。あの壁が開かれるのってごくたまにレナの輸その輸送隊に潜り込むようなやつもいなかったのか。いくら自分とこが地獄だからってわざわざ命がけで隣の地獄に。名前はリンウェル。シスロディアの抵抗組織の指示で仲間と共にここを目指し、ただ一人で。最近になって弾圧が急に来て、それでカラグリアで革命が成功。それなら助け。ちょっと耳が早すぎない？気になるのはなぜ彼女が来たのが今なのかってことだ。でも私たちが苦しんでるのは本当だ。心配するな、よくここまで来た。おいジルファ、私は行くわ。アルフェン、全てのスルドを倒すために炎の剣を使う。まさかレナ人。大丈夫だ、訳ありだが敵じゃない。お前のくらいだ。いつ他領のレナが攻めてくるかも。わそれはあなたたちの都合。アルフェンの炎の剣は切り札だ。彼がここにとどまったところで私の同意がなけ、あんたに言うことを聞かせるって手もできるとでも。やめろアルフェン。俺はこの国、もしあれと同じことが他の国で起き、ネアズの言う通り敵がまた来る。だが俺たちの戦いがカラグすべきことは山積。うん、だからビエゾの時と同じやり方。やっぱり賛成で。そんなこと言ったところで分かってるわよ。本当に行くのか、4人だけで。ああ、それが分かったよ。レナの残党頼む。むやみに殺すなだろ、分かってるよ。行くぞ。目的地に着いたわよ。本当にレナジだって。お前のそれ死なない、その繰り返だから。無レンチ憎しみの蜜。うん、目的地に着いたわよ。ジルファ、理由。紅のカラスに出会うまで俺の、いや別に難しい。奴隷として。逆に。そうならレナに。俺に言われるまま。そう、身分だ。俺の奴隷。まだ先は長いわ。影
に謝った。リンウェルだったな。よろしく。その白いのをずっと連れてるのか。白いのじゃなくて弱い者いじめはスカンの。ヤバタロール炎よ、やっと巻き込め。まだ行けるな。愚問に遠んでる奴らは頼むぞ。終わりだ。また一つ乗り越えたな。ああ、自由の味はどう？悪くない。問題なさそうな相手だな。緑の世界のようになるのはごめんだわ。次行くぞ。あ、見せてみろ。小物に時間はかけてられないわ。ざまないな。さあ行くぞ。炎よ、魔王よ、何こりで突っ走る。もう一押しか。そのようだ。畳みかけるぞ。小物に時間。ああ、どんどん倒す。この調子で行きましょう。こっちに気づか。飛び回るズグルか。私には関係ない。しよ、撃ち落とすから。その隙、飛び回る敵も撃ち落としてしまえば取るに足らないわ。分かった、任せてくれ。受け取れ。気合入ったら炎よ、巻き込め。あのズーグルども、な、こいつは何。いや、ついでにしただけよ。倒さなければ何が気に入らないのか知らないけど。頼まれたってリンウェル。そんなのフルルル、はあ、フル、なんだか会話喜んでるんだと思う。フルル以外、はあ、はあ、フル、せっかく現にまだい、うん、フル、この調子で行きましょう。野宿は嫌なの？シオンはよくまい。どういう。俺は力任せに叩きつけるだけだ。それに別にそんなこと、単に銃がそういう。やっぱり意識して狙う急所。それほどいい。あと、あなた。ああ、戦う。まあな。別に。なんだ、ジロジロ見て。あなたの格好はダナの戦士なのかしら。そんな大層なもんじゃない。使えそうなものを使って使いやすくいじっただけだ。チャレたジョーちゃんに見られると。できたわ、食べなさい。よし、行こうか。